今回の問題、無線 LAN で利用が推奨されている暗号化アルゴリズムは何々です。クライアントの認証方法は2種類のモードがあります。パスフレーズを利用する何々モードと、ラディウスサーバーを利用する何々モードです。認証を構成する3要素は下記の通りです。認証を受けるクライアントが何々、クライアントと認証サーバーを仲介する役割が何々、認証情報の管理、認証を行うのが何々です。当てはまる言葉を考えてみてください。少し時間を置きます。それでは答えの発表です。無線 LAN で利用が推奨されている暗号化アルゴリズムは AES。 クライアントの認証方法は2種類あります。パスフレーズを利用するパーソナルモード、ラディウスサーバーを利用するエンタープライズモードです。認証を構成する3要素は、認証を受けるクライアントがサプリカント、クライアントと認証サーバーを仲介する役割が認証装置、認証情報の管理、認証を行うのが認証サーバーです。お世話になっております、マサルです。今回は無線 LAN のセキュリティについて勉強していきます。無線 LAN は電波を使って情報を伝えます。その電波は不特定多数の人に届いてしまいます。なので無線の通信はセキュリティ対策をしっかり行い利用する必要があります。ではどのようにしてセキュリティ対策をするのか一緒に勉強していきます。今回の動画はデータの暗号化、クライアント端末の認証、認証コンポーネントについて一緒に勉強していきます。それでは始めていきましょう。まずはデータの暗号化について勉強します。過去の動画においてもデータの暗号化の大切はお伝えしてきましたが、無線の通信においては必須の技術です。なぜなら先ほどもお伝えしたように、無線の通信は電波を使うので不特定多数の人に届いてしまいます。暗号化を行わずに通信すると他の人にも情報を見られてしまうことになります。そんな状態でネットショッピングなどでクレジットカードの情報を登録すれば、クレジットカードの情報が盗まれてしまい不正に利用されてしまうことが考えられます。つまり暗号化をしておかないと機密性の高い通信ができないということです。そこでデータを暗号化して通信をしてあげます。無線 LAN で利用される暗号化アルゴリズムには RC4 や AES があります。現在 RC4 は脆弱性が指摘されているので非推奨の暗号化アルゴリズムです。現在の推奨は AES です。こちらは政府が推奨している暗号技術のリストです。この中では AES の利用が推奨されています。無線 LAN の通信では AES の暗号化アルゴリズムによって共通鍵を使って暗号通信を行います。無線 LAN の通信は暗号化が必須で、推奨されている暗号化アルゴリズムは AES であることを覚えておきましょう。次はクライアント端末の認証です。無線 LAN を使って社内のネットワークに端末を参加させる場合に、誰でも参加させてしまうとセキュリティ的によろしくありません。正規のクライアントだけを社内ネットワークに参加させるためにクライアントの認証を行います。認証方法はパスワードを利用するパーソナルモードと、ラディウスサーバーを利用するエンタープライズモードに分かれます。パーソナルモードの場合はアクセスポイントとクライアント端末全体で同じパスワードを使って認証を行います。例えば SSID 社内に対して誰でもパスワード123で接続できるようになります。このパスワードは事前に利用者に通知される情報なので、PSK プレシェアドキーと言われることもあります。喫茶店やホテルのラウンジなどでよくこの方式は使われています。接続するためのパスワードはどのクライアントからも同じパスワードなので、導入するハードルは低く、不特定多数の人が利用する環境や少人数で利用する場合に向いている方法だと言えます。ただパスワードが全員同じなので、パスワードを知る従業員が退職するときや端末を紛失してしまったときにはセキュリティを重視する場合はその都度パスワードを変更する必要があります。パスワードを変更するということは全体にパスワードの変更を周知する必要があり、頻繁にパスワード変更する運用は難しいと言えます。パーソナルという言葉が表すように、個人で利用するような限られた範囲で利用されるのがパーソナルモードです。一方エンタープライズモードはラディウスサーバーを用意してクライアントの認証を行います。ラディウスサーバーには事前にユーザーごとの認証情報を登録します。例として ID とパスワードを登録して管理しておきます。接続してくるクライアントはラディウスサーバーで管理している情報と一致すれば認証が成功します。エンタープライズモードの場合は退職者が出たり
端末の紛失があっても、その ID だけを無効にすればよいので全体への影響がありません。セキュリティを重視する場合は認証サーバーを利用するエンタープライズモードが推奨されます。ただラディウスサーバーを用意して認証情報を管理する必要があるので、導入のハードルはパーソナルモードよりも高いと言えます。認証するためにはこの図のような役割をそれぞれ持つことになります。認証するための構成要素というような意味合いで、認証のコンポーネントと言われることもあります。クライアント端末がサプリカント、アクセスポイントを認証装置またはオーセンティケーター、ラディウスサーバーを認証サーバーと言います。サプリカントは利用者や端末の認証において認証を要求する側のソフトウェアを指します。最近では PC にサプリカントは標準搭載されています。オーセンティケーターは認証装置という意味を持っています。サプリカントと認証サーバーの仲介役がオーセンティケーター認証装置です。認証サーバーはユーザーの認証情報を管理し認証を行います。認証を行うためのプロトコルとしてラディウスを利用するので、ラディウスサーバーと呼ばれることもあります。認証の構成要素としてサプリカント、認証装置もしくはオーセンティケーター、そして認証サーバー、それぞれが何を指しているのか覚えておきましょう。それでは今回はパーソナルモードとエンタープライズモードをパケットトレーサーで利用してみたいと思います。パケットトレーサーに移る前に少しだけお知らせをさせてください。私はネットワークを基礎から学んで CCNA を取得するためのオンラインコミュニティ、みんなの勉強部屋を運営しています。私たちの生活にインターネットは欠かせない存在となっており、エンジニアとしてネットワークは知っておきたい基礎知識となっています。コミュニティには現在ネットワークエンジニアとして働いている人だけではなく、これからネットワークエンジニアとして働きたい人、ネットワークエンジニアを目指しているわけではないけれどもネットワークの基礎を学びたい人など、様々な人が参加してくれています。ぜひコミュニティを活用して横のつながりを作り、情報交換してみてください。興味を持ってくれた方は概要欄のリンクからコミュニティについて見てもらえると嬉しいです。それではパケットトレーサーを使ってパーソナルモードとエンタープライズモードを使ってみましょう。すでに設定は終わっているので、それぞれのモードがどのようなモードなのか体感してみてください。ではパーソナルモードの環境で接続をしてみましょう。 PC を選択してコンフィグタブからワイヤレスを選択します。こちらの SSID に接続したい SSID を入力します。今回は SSID パーソナル、パスワードが12345678なので WPA2 の PSK を選択した状態でパスワードを入力します。この PSK が先ほど説明したプレシェアードキー、事前に共有されている鍵です。ここまで入力ができたら画面を閉じていただいて大丈夫です。しばらくするとこのように接続できていることが確認できます。パーソナルモードはこちらの端末も同じパスワードを使えば接続することができます。まず最初にパーソナルモードを見てもらいました。次はエンタープライズモードを使ってみましょう。エンタープライズモードのマサル PC を使って接続してみたいと思います。接続する手順はマサル PC を選択してコンフィグタブからワイヤレスを選択し、まずは SSID を入力します。 SSID はエンタープライズ、今回は WPA2 を使います。ユーザー ID がマサル、パスワードはマサル123になっているので、そのように入力してください。入力ができたら画面を閉じていただいて大丈夫です。しばらく時間が経つとマサル PC が接続できていることが確認できます。エンタープライズモードなのでマサル PC はマサルのパスワード、マサコ PC はマサコ PC のパスワードを使って接続します。このようなクライアントの認証情報はこちらの認証サーバーで管理されています。認証サーバーの情報を見てみると、こちらに書いているようにユーザーネームとパスワードの関係性を管理していることがわかります。もしマサルが退職した場合はマサルのアカウントだけを削除すれば問題ないので、全体に対しての影響を少なくすることができます。これがエンタープライズモードです。パーソナルモードとエンタープライズモードをパケットトレーサーを使って体感してみました。今回の実習は以上です。お疲れ様でした。それでは今回の動画のまとめです。無線 LAN で利用が推奨されている暗号化アルゴリズムは AES です。クライアントの認証方法は2種類モードがあるので覚えておきましょう。パスフレーズを利用するパーソナルモードとラディウスサーバーを利用するエンタープライズモードです。認証を構成する3要素はこの図の通りになっていて、認証を受けるクライアントがサプリカント、クライアントと認証サーバーを仲介するのが認証装置もしくはオーセンティケーター、認証情報の管理・認証を行うのが認証サーバーもしくはラディウスサーバーと呼ばれることもあります。それぞれのモードの特徴と3要素しっかり覚えておきましょう。それでは今回の動画は以上です。
もし今回の動画がお役に立てば、高評価、チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。